この場所なんですけど。なーにこれ。あ、喉鳴らしてる。見つかって、見つけてもらって嬉しかったのかな。かわいいんだけど。この場所。ちょうどいい場所。本入ってた。喉鳴らしてる、やっぱ。本入ってた場所。僕も入る、みたいな。すごい喉鳴らすやん。もう眠いんだな、これ。こんなの話してる。冷蔵庫開けるよ。うん。こうちゃんそれ絶妙にその午後一の箱があるからってセーフにしてるけどそれアウトじゃない？アウトだって。お母さん後ろ足が後ろ足見てちょっと。午後一の上だからいいじゃん。セーフなのか。ミーコも大丈夫。ミーコもパソコンの上は手乗せても OK だからまあ。ってこと？ね、なんかギリ。でもこうちゃんそれはもうアウトだよ。アウトだってこうちゃん。シーフだもん。あ、兄弟たち。こうちゃん、それはもうアウトだよ。あ、白入るの？ダンボール。入るの？今ね、匂い嗅いでる。入らないかい。こうちゃん、ダメそれ。それダメ。こうちゃん。こうちゃん。それお母さんちょっとダメって言って。こうちゃん。うん、そうね、そこにし、そこにしよう。それでもなんかちょっと怖いんだけど。うん、そうすると本当にあの飛び越えて行けちゃうからね。お白水飲むみたい。お腹すいた。で結構大きめに。あ、じゃあ見せる？あ、じゃあそうしようかな。あと白くん相変わらず端っこで飲んでます。すんごい端っこ。今日も今日も京都で端っこです。ほら、おー、こりゃこうちゃん、ダメダメダメ、本当にダメ。もういいよ、大丈夫、もう大丈夫。安全にちゃんとあの食べたいから猫に取られないでほしい。ちゃんとね、猫の分もみんなで。
さあくん目がキラキラ。こういう時意外とキーくんって来ないね。そういえば。あ、来ないね。えらいね。あ、来たわ。えらいねって言ったのに。多分あれだと思う。キーくんって言ったから、え、僕いるけどって思った。私もさ、これ自分の YouTube にあげようと思ってるんだけど、うん、撮れない。かわいいよこの子たち。こうちゃんだけが前のめり、他は割と冷静と思ったら、あ、すごい、キーくんがこうちゃんだけじゃないよって、僕も前のめりだよって、全部私が言ったことに逆らっていきます。かわいいな。え、待って、愛ちゃん忍者の格好してんだけど、かわいい、何それ。ニンニンしてたよ、なんか。かわいい。ニンニンって言いながら、女の子たちがみんなでくのいちに、うん、ニン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 って言いになってんの、かわいい。何してんのかなってちょっと思ってる。佐藤刑事はピンクの忍者になってんのかわいいんだけど。今日も肥後さんのあのキーホルダーついてる、アイちゃんの携帯、うん、あ、ひーちゃんも見てる、うん、ひーちゃんそれ、あのブルブルしてダイエットになるやつに似てる。ひーちゃんの、ひーちゃんそれに乗せたお肉プル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 ってなるじゃん。クリームどうしても食べたい。あ、大丈夫か、キー君がじゃれ始めちゃったね。このぐらいかな、こんな感じ。おー、こりゃ喜ぶわ。猫たちのその体重とかを考えると結構な量だよこれ。まあでもそこから8等分するからね。あ、じゃあもうちょっとあげる。いや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 、そんなもんでいいでしょ、うん、あんまりさ興奮して急いで食べちゃったりするとね、マー君がおえってしちゃうこれ結構ね、そう、切実な、たくさんあげればいいっていう状況じゃないってところ。いや、みんな美味しく食べましょうね。ね、楽しみだね。